こんにちは。2019年11月10日です。大沼公園を出まして、これから乙部町に向かって走ってまいります。これはアッサブ道の駅に、ちょっと寄らせて、いただきました。この道の駅もなかなかいい道の駅です。たくさんのものが売っておりました。それから今これが乙部町に入ります。くぐり岩というところに行きます。くぐり岩を過ぎまして見ましてから白倉というところも見てまいります。これはくぐり岩を見ること上からこう見ることのできる、駐車場に向けて、走っていきます。なかなかすごい路地なんですけども、ちょっと道が分かんなくなりまして、途中でこの住宅の方に、道を伺いまして、到着することができました。小さなあの駐車場があります。ここに車を停めまして、このような風景を見ることができます。白倉という風景のようです。これはですね、江戸時代に白倉白い傾斜地と呼ばれていたということです。白いこう岩壁がこう続くということです。そしてその横にはこのくぐり岩という岩もあります。ここは東洋のグランドキャニオンという言われています。これから今度下の方のくぐり岸の方に、海岸縁まで降りていきます。道がありまして駐車場もあります。ここに車を停めまして、海岸まで歩いて降りていきます。結構きつい上り坂と下り坂になるんですけども、まあ、200メーターぐらい降りますと、海岸に到着いたします。ここになんかこんな岩がありました。これがまあ何だっけな、砂岩でなくて凝灰層岩ですね。凝灰層というものがこういうふうに露出しているということです。で、この真ん中に見えますこの空洞がくぐり岩だということです。まあ、ここは絵になるところですね。写真もいいんですけど、絵になるところです。絵を描けばかなりきれいに、描けるようなところだと思います。この海岸、このくぐり岩をくぐりまして、確かこれ向こう側に出たと思うんですけども、ずっとこう歩いていきます。そうしますと遠くの方に、見えるのが縦の先ですね。縦の先のこういうまた凝灰層岩が見ることができます。まあ、そこまでこう行けるんでしょうけども、今回は遠くから眺めさせていただきました。この下をくぐります。なかなかここも本当にグランドキャニオン、まあ、東洋のグランドキャニオンということで、まあ、規模は小さいんですけども、なかなかこういう風景も珍しいですね。本当アメリカのグランドキャニオン的な風景です。ここも何回も車を通ってるんですけど、これがあるってことが分からなかったんですよ。でインターネットでこう調べてましたら、あ、こういうとこあるなということで今回寄ってみました。ここは知らず知らずで通り過ぎちゃうとこなんですよ。あ、これ遠くに見えてますね。なんかオーストラリアのエアーズロックの小さい感じなんでしょうか。こういうふうに今でもこう崩れそうな感じの岩なんですけども、これがあります。くぐり岩と白倉というところです。これは逆光になってるんですけど、反対側からまたこうくぐってですね、戻ります。この、くぐるところにひびが入ってるんですよ。まあ、崩れることはないんですけど、くぐってる最中に地震が来たら、ここは危ないなという感じのところです。そこをくぐってずっとまた反対側まで途中まで歩いていって、白倉の方まで行ってみようかなと思ったんですけど、ちょっと距離があってですね、やめました。波もこうバチャバチャやってたもんで、ちょっとこれはやめとこうということで、遠くから撮らさせていただきました。やはりここはこの海岸縁に降りるよりは上の方から、展望のとこからこう遠くを眺めるのがいいかもしれません。光が当たると非常に綺麗ですね。
海のブルーと空の、ブルー、そしてこの、岩がこう白く光るんですよ。今回も天候が良かったんでいい時に、来させていただきました。もし、北海道来られる方がありましたら、この乙部町ですね、乙部町のクーリアと白浦というところをご覧いただければと思います。写真もいいですけどね、ここでキャンバスを広げてスケッチして、水彩画なんかでこう描いていくのもなかなかいいところかもしれません。これは逆光になってるんですけども、こういう岩にまた小さなこの穴が開いてるんですよ、アラボコが。そこからまた光が入ってきます。これはちょうど光が当たったんで、撮ってみました。色もなかなかいい色です。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。